い、皆さんこんにちは、今日はですね、僕の、生徒くんのですねギターを、リモート選定したいと思います。ギブソンレスポールが欲しいとのことで、僕がレッスンを行っているですね、島村楽器横浜ビブレ店お願いしてですね、このように3本今ギブソンはかなり、品薄みたいなんですけれども頑張って3本押さえていただきました。では今から LINE したいと思います。これまでの経緯、2021年7月初頭、千葉県は市原市で開校している私の個人ギター教室の生徒君より LINE が、新しいギターを買うことになったのでおすすめありますかと相談に乗っていく中で、ご家族の大きな愛情とともに予算と夢は膨れ上がり、ターゲットはギブソンレスポールスタンダードヒフティーズ、カラーはタバコバーストに録音。長年お世話になっている島村楽器横浜ビブレ店に相談。全店にある在庫から気になる2本と、さらに好意から1本追加で在庫確保していただきました。感謝。高価な買い物、そしてコロナ禍という様々な理由から選定は私が責任を持って行うことになりました。ざっくりとこんな感じです。もしもし。おー、こんにちは。あ、どうも。見える今さ、レスポールを用意してもらっていてですね、こんな感じにあります。わかる。3本用意してくれた。ちょっと今から弾くから、印象がいいやつを選んだらいいんじゃないかな。大丈夫？見えてる？いや、ちょっと単位かと思います。ああ、そう。まだちょっととりあえず行こうか。これは、多分2019年のやつで、なんか1本引っ張ってもらったみたいなんだけど、で、まあ、でも目は綺麗かもね、こんな感じで。はい、ね、綺麗だね。うん。はい。裏、まあまあ、これは、そうだな、ここにちょい傷があるから、ちょっと安いみたいな感じみたいだね。でもいい感じじゃんね、これね。聞いてみるよ。まあ、クリーントーンみたいな。若干チューンが、チューンがいい。チューンをしましょう。ちょうど夏休み良かった。弾いてもらった時と同じような感じだわ。この左のね、グリップの感じ、ネックの感じはね。音聞けてる？これ。はい。うん、じゃ聞けてる、大丈夫。え、まあリアだと。近いような。
ちょっと惹かれてるかもしれない、こっちの方が。これいいかもな。Thank you.
そうね、多分これがいいんじゃないの。見た目はこれがいいんじゃない。まあ最初のやつも良かったけどね。これはでも綺麗だわ。はい、うん、傷とかもないし、うん、これ傷ないから多分一番ちょっとね、なんか普通に買った。これがいいと思うよ。予算的には大丈夫なのこれ。予算的には大丈夫なの。お母さん大丈夫だったよ。最初のやつとかもちょっともう一回見てるけど、これね、これも悪くないけどな。2019年ぐらいで結構いいかな。そうなんか、うん、悪くないよ。これも悪くない。こっちはもしかしたらちょっと電気かもしれない。もう一回さそうだな、やっぱちょっと多少こっちはこなれてる、あの音が多分ちょっと控えてるような気がするね。こっちも良かったけど、まあ弾いていくとこれも良くなるかもしれないね。同じようにね、最近のレスポールってよくできてるから、そういうカスタムショップまで行かなくても近い雰囲気は出てるよね。カスタムショップ行くとなんか若干魔法かかったような音するんだけど。どうしようか。どっちがいいか。1本目の木目かっこいいだろ。こっち。これ確かにいいよな。これね。細かい感じ。はい。入れる。まあ。考えてもらって LINE でもいいし、今来るチャットでもいいし、どうする。はい、いや音は3本目が好きなんですよね。あーそうね、ちょっとこなれてるよね音がね。はい、うん、落ち着くっていうかね、ちょっと柔らかい感じするな。はい、弾いててもあなんかいいなって感じがするんだよね。だから割とそのなんかいいな感が出ちゃう演奏に。そう、しかもこういうのって全て相対的なもんだから、楽器の鳴りが良くないとなんかいまいちなんで、あんま弾きたくなくなるんだよね。でいいじゃんと思って。そうだな、この3本目でしょ。ちょっと硬いそのね音が、うん、多少このピックアップとかの設定もあるんだと思うんだけど、3本目のがねやっぱちょっと柔らかい甘い音してるね。でこっちは若干こやっぱ硬い、そこまで弾かせないような感じが分かんないけどね。うん、多分ね音で選んだ方がいいと思う。あの見た目どっちも良ければね、見た目良ければ、あの最初はやっぱ見た目で入ってくるの大事なんだけどさ、でも音出してみると分かんないから、これ3本目でな、違うもんなこの時点で。こっちにした方がいいと思うわ。結構違うね今弾いたらね。うん、こっちの方が多分やりたいっていうか、好きな音楽に近い音が今の状態で出てるから、はい、例えばもうちょっといじったりとかねするともっと良くなるんだけど、もうこのままでも雰囲気出るかな。はい、うん、これするのでちょっとお店の人に言って、あの、はい、また連絡するね。そしたら、はい、わかりました。うん、じゃあまあそんな感じでまたね。はい、あーお疲れ。じゃあね。はい、こんな感じ、まあ、思想してみました。このね、3本目がね、僕も弾いててすごく、
ねするのかなという感じですけれども、楽器選びはすごいねこんな風に一本一本やっぱり違うのでですねあのすごく楽しいです、はい。なのであのネットでポチっていうね感じが今もう当たり前になりつつありますけど、もし弾ける環境にあったら、ぜひ皆さんもちょっと音出してねあの自分のフィーリングに合うものを選んでもらうのがいいのかなと思います。はい、ということで、楽器リモート選定でした。ありがとうございました。